アダム・ミコアイ・シェニャーフスキ。アダム・ミコアイ・シェニャーフスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、軍事指導者。ヘトマンを務めたミコアイ・ヒエロニム・シェニャーフスキと、アレクサンデル・ラジビュー公の娘、ツェツイリア・マリアとの間に、リビューで生まれ、1687年に、区内長官、スタニスワフ・ヘラクリュシュル・ボミルスキ公の娘エルジュビエタと、結婚した。 1692年より1710年まで、ベウツ県知事を1702年より、王冠領や線エトマンを1706年より、王冠領代エトマンを1710年より、クラクフ城代を務め、リビーブ、ロハティン、ルバチュフ、ストルイー及びビャセチュノの大官職を帯びた。1683年の第二次委員法医には、父親と共に参加し、 ポーランド左翼軍を率いていた。1697年の国王自由選挙で、フランスのコンティ公、フランソアレイを支持したが、結局は、ザクセン選定公、アウグスト2世の選出を承認した。大北方戦争では、アウグスト2世を支持するサンドミエシュ連盟の司令官として、スタニスワフ・レシチニスキの軍勢が、スウェーデン王カール十二世の軍隊と連合するのを、 妨げたが、後に、アウグスト二世と対立するようになった。一人娘で、シェニャフスキ家の相続人であるマリア・ゾフィアは、最初へ、トマンのスタニスワ・アフエルネスとデンホフと結婚したが、死別し、アウグスト・アレクサンデル・チャルトリスキ公と再婚した。これにより、チャルトリスキ家は、非常に裕福になり、大きな権勢を得た。ありがとうございます。